荒川恭慶です。今年は、私の事務所の先輩でもあります阿久悠先生の生誕85年、そして作詞家生活55年、さらには今年で10周年を迎えましたこちら、阿久悠記念館、私も先ほどさまざまな作品の拝見しましたけれども、いやー、これほどのいろんなジャンル、さまざまな角度から活躍されてきたんだな、このジャンルの幅広さに改めて感動いたしました。中でも、黄金コンビとして阿久さんと数々のミリオンセラーを世に出しましたのがおなじみ作曲家徳良真一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この記念館をご覧になってどんな印象をお持ちですか？いや初めて拝見しましたけどもね、やっぱり盾の数が僕より少し多いなと思いましただいぶ多いなと思いました、ね、なるほど。例えばその阿久さんの詩、それからどうやってそれを作品にしていこうかなどということ、これなんかも一番私たち聞きたいところなんですけど、後ほど詳しく、はい、分かります。改めてお伺いいたします。はい、そして阿久さんの詩、作品、これを大学の講義の教材として活用されている明治大学名誉教授の吉田悦司さんです。よろしくどうぞお願いいたします。学生さんの反応はいかがですか？そうですね、講義で阿久悠さんの死と人生ということで喋ることがあったんですが、やっぱり今 NHK の連続 朝ドラでカムカムエブリバディでやってますよね、はい、孫、それから父母、祖父母、3代100年でつなぐ、あれはジャズの名曲がこう一つ線になってつながっているんですが、阿久さんの楽曲、そして中津くんの徳良さんのメロディーにかぶさった楽曲がやはり100年をつないでるんだなということを学生を教えていてそう思います。つまり今目の前にいる学生20歳代ですよね、そのお父さんお母さんは多分50代、そしてそのおじいちゃんおばあちゃんは我々、つまり徳良さんと私の70代だと思うんです。その3世代をつなぐメロディー、歌詞が徳良さんと阿久さんによって作り出された、例えば UFO であるとか、あるいは山本リンダさんの狙い撃ちなんていうのは神宮に響いてますので、そういう意味でこうつながっている、あるいは連なっている、そういった原点に徳良さんと阿久さんの楽曲があるというふうに学生を見ていて思います。はい、そしてこの館内にはですね、阿久さんのご自宅の書斎をこう再現したこのブースがございます。こちらなんですけれども、こちら長男の福田太郎さんにちょっとお話を伺います。ほとんど再現そのままです、このまんまですか？はい、完全再現していただいて、寸分たがわず寸分たがわずやってもらいました。はい、見ての通り和室なんですけれども、僕が覚えている限りではその仕事机の横に布団敷いて寝っ転がりながらなんかアイディアを練ってたっていうのはちょっと記憶にあるんですよ。ほー、まあ、ほとんど作家の仕事ですから戸は閉まってるんですけど、まあ、たまに開いたりしてる時があって、まあ、子供でしたから覗いたりするんですね、そしたらそこの布団のところに寝っ転がってやってましたね。で聖書の時はそこの仕事机のところに座って聖書してたみたいなんですけど、水性のペンテルの使い捨てのペンを父は愛用してまして、それで歌詞を原稿用紙に書いた後に一番最後にですね、歌のタイトルをもう原稿用紙一枚にすごいレタリングして、でデザインをきっちりやって書くんです。でそれがなんか父の
仕事の一つの楽しみだったみたいですね。あと1曲2時間で書くって言ってました。でそれで書きまとまらなかったものは1回捨てるって言ってましたね。はい。徳良さんと阿久さんが出会ったのが1971年。あ、そうですか。はい、そうですね。本格的に作詞家デビューして、はい、まあ、4年目という時期のようなんですね。はい、また会う日までなど大ヒット曲が出始めた頃ということなんですが、うん、まあ、それはそれとして徳良さんご自身音楽との出会いっていうのはいつ頃どんな形なんですか。まあ、僕は子供の頃からそういう環境があったということはね、うちの例えば母がピアノを弾いてたとか、あと僕も4歳ぐらいからバイオリンを弾いてたとかという、そういういろんな音楽的な環境はあった中で育ったということですから、ただバイオリニストとしての才能は多分途中で諦めざるを得なかったという、脱落をして、でも音楽が好きだったということで、その当時まあ一生懸命いろいろ音楽を勉強しながらですね、まあ仮にも十何年音楽勉強してきたわけですから、ある程度の基礎はついてた。でそこで突然、当時は日本はビートルズブームという、はい、これにね、やっぱり我々団塊の世代はもう中毒になってきたわけです。そうですね、これはね、まあ、荒川さんも同じ世代ですから、そうですね、やっぱりああいうショックはその戦後の音楽の流れで、まあ、よく焼け跡世代と言われる人たちは我々のそれこそ阿久さんなんかもその世代なんですけども、やはりアメリカ軍が持ってきたスイングジャズという新しいその、まあ、俗に言う4ビートの、ね、音楽にもうこれもやはり圧倒されて、そしてもう非常に埋没していったわけですね。それで我々の世代になりますと、そのスイングジャズがアメリカもはじめとしてロックンロールに変わっていくわけですね。で、いわゆる8ビートの音楽が、まあ、なんとも、要するに日本の音楽っていうのは2ビートなんですよね。じゃらっかちゃってこういうね、そういう流れから4ビートのつっくちゃっかつっくちゃっかっていうものが来て、そして我々の世代に、まあ、我々の世代でもうちょっと実は前なんですけど、1900でいうと50年代にそれこそアメリカでロックンロールっていうものがブルースとねちょっとこう混ざり合いながら日本に押し寄せたと。でその後で今度はその8ビートなんだけども、今度はヨーロッパの方からですね、まあ、主にはイギリスの方から、はい、いわゆるリバプールサンズっていうのは、そこの真っ只中に我々団塊の世代はいたという、はいはい、ことですね。だからそこ日本 の, そのグループサンズももちろんそういう影響を受けたし、で阿久さんと僕たちが出会った時期は、まあ、もうそれからさらに今度は一歩進んで日本の音楽産業がやっぱりの黎明期っていうかな、初めて日本にミュージックインダストリーというものができた。だからもうレコード会社がもう魚のタケノコみたいにね、今までは東芝、帝築、ビクター、コロンビアぐらいしかなかったものがね、何十ってレコード会社ができたんですね。ですからやっぱりまあ、阿久さんと僕は一回り違うんですけども、年はやはりキャリアとしてはですね、僕は学生時代から始めてたんで、阿久さんと出会った頃はお互いにまあいくつかヒット曲があったと。でなんかそういう意味ではその出会いが運命的な出会いだったなって気は僕は今してるんですよ。まあ後でお話も出るでしょうけどもね、あんまり僕と阿久さんは仕事の話はしない、楽曲を作る時もほとんど打ち合わせはしない、こういうね非常に変わったコンビだったんですよ。阿久さんの自伝の中にね、はい、徳良さんと初めて遭遇した時の印象っていうのが書かれているのがあるんですよ、はいはい、これはね、徳良さんをお招きしたその時に真っ赤なフェアレディに長身を折りたたむように乗り込んだドイツ育ちの若き作曲家に一目惚れのような衝撃を覚え、日本の歌の体質に変化を起こせる存在、
僕が思い描く歌の表現につながる、直感したと書き記してあるんですよ。いやー、第一印象、もうともかく直感した、ビビッと走ったみたいですね。何かな、あのね、ちょっと前後する阿久さんのその非常にかっこよく僕を描いていただいていることが非常にこれは他としてね、実はその最初に僕と阿久さんを紹介してくれた渋谷森下さんという東芝音楽工業のディレクターがいたんですね。これ大ヒットメーカーの人なんです、はい、もう残念ながら若くして亡くなったんですけど、この人に僕は呼ばれたんですね、はい、まだ大学生だったんですけど、で紹介したい人がいると、それで阿久悠さんと初めて会ったのは、その実はその東芝の制作室のデスクに僕が入ってったら、ちょっとニコリともしないこうなんていうか刈り上げのちょっとドスの効いた顔の人が座ってるんですよ。それでどうもはじめましてって言ったら、パッと悪ですってこう言うわけですね。それでまああんまり そこはね、お互いに初対面だし、そしたらそのプロデューサーの人が、あなたたち二人を実はコンビとしてちょっと缶詰にしたいと。それで湯河原のある別荘を借りてくれて、で僕と阿久さんがそこで1週間合宿したんですよ。2人だけでそれで20曲作ってくれって言われたんです。それでちょっと話が長くなっちゃうんですけども、そこで全く阿久さんは僕のこと宇宙人だと思ってたと思うんですね。それで僕は阿久さんのことをまあちょっと迫力のあるなんかあんまりニコリッとしてくれない人だなとかって、大体その2人の生活がですね、阿久さんはね実はほとんど睡眠を取らない人なんですよ。4時間ぐらいしか寝ないんです。で僕は12時間ぐらい寝たいタイプなんです。ですから起きてくるのは僕はもう昼近く起きてきて、合宿しててもね。で、まあ、阿久さんはもう4時5時から起きてるわけですよ。それで2人でじゃあつって昼飯一緒に食って、そして午後にわっとこうああだこうだああだこうだ言いながら楽曲作りをしていくと、こういう予定だったんですが、はい、実はその1週間でほとんど楽曲できなかったんですよ、うん、なぜかっていうと2人で話し込む方が多かったんです。その時に僕は阿久さんの人間的な魅力に虜になった。で宇宙人だなと思ってた阿久さんがですね、僕はまあこの頃海外で育ったんで、で阿久さんにとってはなんか日本人なのか外人なのか分かんないみたいなところがあったと思うんですよ。ところがその僕が話した、僕はすごく歴史が好きで、で僕もその例えば日本の近代史の中で僕の尊敬する乃木将軍の話とかですね、日露戦争の話とか明治維新の話を盛んに僕はしたらしいんですよ、阿久さんに。ほう。それでなんか阿久さん面食らっちゃって、こいつは何者なんだと。でもなんかね、見た目はなんか世っぽいけども、なんか日の丸背負ってるなって感じてくれたっていう話は実は何回も阿久さんからその後聞いたんですね。それでその1週間の一番の収穫は何かっていうと、で帰ってもうしょうがないからレコード会社からちゃんと頼まれてるわけだなって、20曲は作ったんですよ、うん、1曲もヒットしなかったんですよ。でもそこで僕はこういう話するのは僕は初めてかもしれないね、太郎、うん、ね、ただそこで僕と阿久さんの人間関係がなんかできた1週間だったのかな、うん、って気がします。へ、ですからそこでその後のね、もう全くそのなんていうかな、あんまりその理屈じゃない、お互いにその一つの人間同士としての信頼関係っていうのが多分できたんじゃないか。でその当時は学習院大学のまだ学生さんですよね。で本格的な作曲家としてプロを目指そうとしたのは卒業後ですか。いや僕は先に申し上げたように1969年にね、
あの中山千奈さんの「あなたの心に」って曲を書いて、ええ、でそれがヒットして、はい、それでその真っ赤なフェアリーデスとかだというね印税で、ええ、みたいなちょっとリッチな大学生みたいな、はあ、ただそういうふうに、まあ、当時はヒットを出すと、まあ、注文がたくさん来るんですよね。ですからまあ僕は曲がりなりにもいろいろ仕事はしてたんです。ただその一応学習大学の法学部で、これから卒業しどうしようかなと、まあ、まさか僕も忙しいしどっかに就職するとは思ってなかったんですけども、卒業の時に、まあ、役さんといろいろ話した時にね、あのどうしようかな、これで僕は音楽で飯食っていくかどうかみたいな話はしたんでしょう多分。実はその卒業ちょっと前にね、実は200枚のスコアが届いたんですよね。紙楽譜が、楽がいわゆるスコアが、送付がね、ほうほうほう、で僕の名前書いてあるんですよ、徳倉俊一って。あ、もう書いてあるんです。それがドンと荷物で届いたんですよ。で開けてみたら5センチがうわっとあって、はあ、だから阿久さんのまあメッセージというかな、別にそれで決めたわけじゃないんだけども、あなたは作曲家として食っていけるよみたいなね、はあ、メッセージだったんじゃないかと。それ届いた時にはプレッシャーですか、それとも励ましとして。いやそれは嬉しかったというか、ワクワク、あの励ましですね、まさに。ただその今でもね、あの、まあ、もし僕の記念館ができたら僕のスコアたくさんあるからねまあできないでしょうけど、飾る中でその半分のスコアは阿久さんからそのもらったスコアじゃないでしょうかね。あの吉田先生、そのスコアをボーンと、ね、その束になってこの、はい、ずしんと送ってきたというのは、どういう思いがあったとお考えですか。やっぱりその先生、徳倉さんのね、話聞いてて、湯河原合宿というのはお二人の歴史だけじゃなくて、うん、日本歌謡史のね大きなあの足跡を残した合宿じゃないかと、大げさに言いますとね、うん、でその時に、徳倉さんはちょうど学習院大学の3年生、昭和44年だったと思うんですけど、私も3年なんです、明治の3年です。でその学生が今おっしゃったように曲がりなりにも作曲家としてスタートを切っておられる、うん、でも今後本当にやっていけるんだろうかという思いが徳倉さんの中あって、阿久さんにその話をされたんだと思うんです、はあ、でちょうど1年後ぐらいの卒業式間際の時にそのスコア、うん、用紙何千枚ですかね、何千枚かんです、はい、何千枚のスコア用紙に徳倉俊一という印字されたものを阿久さんが自宅に送られたんです。ということは頑張れ君は大丈夫だという、その合図を背中から押されたんではないかなというふうに考えます。でそのことがまた日本歌謡史を変えていくことにつながっていったんだな、うん、だからそういう意味では湯河原合宿、二十歳か前後の時でしょうか、徳倉さんの、そうですね、はい、非常に大事な出来事だったというふうに私は思っています、うん、そのスコア用紙は、今ございますか。あのね、はい、実を言うと今あの吉田先生おっしゃった何千枚であるとしたらですね、やっぱり正確な話は知りませんけど、あのまだ実は未使用のスコアがですね、はい、やっぱり何百枚、千枚ぐらい残ってるかな、残ってますか。そのぐらいの、あんだけ僕もいろいろ曲数を書いてね使い切れなかったという、でまあ、途中でねもう20年ぐらい前から、はい、まあ、あの僕は今でもまだ手書きは、はい、譜面で手書きなんですけども、ある時からフルスコア書かないでやっぱりコンピューターで書く時代になって、で全部パート譜もプリントアウトができるようになったんで、もうスコアを書く時代はまあ20年ぐらい前に終わったんですよね。それもあるんですけども、いまだにまだ僕のその、あの仕事場の棚の上にはね、その青いスコア、はい、スコアがですね、このぐらいあるかな、まだまだ、ね、どうしようかと思って、博物記念館に飾るから撮ってください、はい、いやこれから作品になっていくんでしょそれ。いやだからもちろん今もう本当に手書きのフルスコアはね、オーケストラのスコアもみんな今コンピューターで書いちゃいますので、ただそのメモ代わりにはね、いつも僕がピアノ前にはそのスコアを置いてあって、
今そのスコアはメモ代わりに譜面を書くときに使うようにしてるんですけど、昔はもうレコーディングっていうとそれをもう最低でも 7,8 枚使ってフルスコア書いてたわけですから、ですからそれはまあ僕の人生で使い切れないんじゃないかという今そう初めて言われてそうだなと思いました。大変貴重な、はい、スコア用紙だと思います。あのご長男にお話を伺う、太郎さんにお話を伺う、阿久さんっていう方は普段は寡黙な方なんですか、それとも積極的に会話をどんどんこう展開させる方が多い方なんですか、どちらなんですか。おしゃべりじゃなかったですけどね、でも、聞くとちゃんとまあ最後まできちんと話してくれるっていうか、あの子供だからとかそういう目線はなかったですね。もうごまかしなしで真面目に答えてくれました。あとあれですね、僕の記憶で言うと聞き上手でしたよね。すっごい聞き上手で、聞き上手、はい、もう子供のなんか拙い喋りもこれ本当に最後まで聞いてくれる人でしたね。そっちの印象の方が強いですね。はあ、はい、やっぱりそっから相手の気持ちというもの、それから人間性というものも、それからそのいいところも、それから長所も短所も全部そこでこう感じ取ってたんですかね。そうだと思いますね。はあ、聞き上手、はい、これというのはあの吉田先生やっぱり何か作品を生み出すには大切な要素なんですかね。そうですね。ねえ、何かものを書く、はい、詩を作る、そしてそれを作品にするという時には自分の世界の中をどんどん広げていけば済むかなと思いつつも、お話を伺っているとコミュニケーションをしっかりとってるって姿がそこにありますもんね。ありますね、うん、情報収集能力っていうんですかね、はあ、それは徳田さん一番よくご存知だと思うんですけど、あらゆるあのメディアを利用しながら情報を集めて、そしてそれを総合的に見て分析して使うというところまでいくんですね、はい、具体的に使っていきますね、うん、後で話が出てくるんじゃないかと思うんですが、はい、太郎さんね、はい、西城秀樹さんを伊藤の自宅に招いて、はいはいはい、そこでも会話をずっとしていったって話を耳にしたんですが、はい、まあ、これもやっぱり合宿ですよね。3日間ぐらい行ったんじゃないかな。西城秀樹さんだけを呼んで、はい、その時はディレクターの方もいらっしゃったと思うんですけど、ええ、ただまあ2人でそのコミュニケーションを取りながら、多分ゴルフとかもやったと思うんですけど、うん、お互いに話をしてどんな人間かっていうのを把握してから作ったんじゃないですかね。はあ、把握はね、仕事頼まれると1枚で終わりってないんですよ。大抵最低3枚はやって、ええ、最初はこれを出す、その次はこれを出す、で最後にこれを出すみたい な年間契約みたいな形で、アルバムも1枚丸ごと作るみたいな、そういうことをやってた時代がありましたね、はい、そこで初めて完成されるというか、うん、例えば西城秀樹さんのプロジェクトがそのシングル3枚と LP で言いましたけど、アルバム1枚で完成されるような、長い目で見てたやったと思うんですよね、はあ、はい、そうなんだ。作品作りにはそのスターの歌手の表現する人間そのものというものがとっても大事だったんですね、はいはい、はあ、ただもんじゃないですねやっぱりね。それから徳田さんね、出会ったのが、はい、翌年の1972年に阿久悠さんと徳田さんとで早くもコンビをこう作って、世間をあっと言わせる曲が出来上がりましたでしょ、はい、山本リンダさん、あ、山本リンダね、どうにも止まらない、はいはい、これは どういう経緯で、だいたい阿久さんと僕はスター誕生以外 の,
あのプロジェクトっていうのは大体阿久さんに発注が来て阿久さんが僕が頼んでいて、うん、僕が逆に頼んだりするということだったんですけども、はい、山本リンダの場合はあの実はそのフジテレビのあるプロデューサーが、ええ、その山本リンダっていう子をちょっとテレビ的にあの売り出したいと、でどういう人かっていうのは、まあ、僕も知ってたんですけども、で、とにかく、まあ、ある意味で遊んでくれっていうわけですよ。遊んでくれ、つまり困っちゃうなという曲でヒットしたかつての少女歌手はもう今非常に苦労してるので、ええ、これをもう本当に好きに料理してくれと、はあ、それで僕のところに発注が来て、でこれはもうテレビ的に、まあ、これはもう本当にテレビ時代のスタートみたいなものですけどもね、うん、それで僕はやっぱりこれは阿久さんの言葉は欲しいということで阿久さんに頼んだんですね。で僕ね多分、まあ、その後も続くフィンガーファイブだとか、うん、ピンクレディーにつながる、まあ、ものなんですけども、やっぱり阿久さんと僕とはねおもちゃ箱っつってるんですけども、はいはい、2人で僕もいろんなリズムとかサウンドとか、うん、いろんなものをやりたいものをおもちゃ箱に入れとくんですね。ところが例えば本当になんか普通に例えばあるアイドルを頼まれる、はい、このベテランの頼まれる時に、うん、自分が好きな遊びやってるわけにはいかない時が多いわけですよね。でとにかくゼロみたいなプロジェクトだと好きに遊べると、うん、で阿久さんもそのおもちゃ箱を持ってていろんなアイデアを持ってるわけですよ、はい、そうですね、ところがそれを例えばさっき言った西城秀樹にあげるとかね、沢田研二にあげるって言ったってそのおもちゃ箱の中からは何もあんまり材料はないんですよ。で三大おもちゃ箱は山本リンダとフィンガーファイブとピンクレディなんですよ。おもちゃ箱ですから例えばジョニーの伝言とかね、はい、ああいう曲を作るときはおもちゃ箱は別に開けもしないわけですよ、うんうん、一つの別の世界で二人でいろいろ考えてやっていくわけですけども、はい、ですからそういう意味ではなんていうかなプロジェクトチームでまず僕は振り付けと、まあ、振り付けをヒット曲に使うっていう発想はなかったんですよ当時はね。だから振り付けをヒット曲に使うってことはテレビをああいう映像をあれしないとやっぱり成り立たないわけで、だから僕はもう極端な場合もイントロから作っちゃうんですよ、うん、でイントロから作ってから曲を作り始めるみたいな。だからイントロを作る時にはもう振り付け師とこういうテレビの登場させ方しようよみたいなことをやってましたんでね、はいはい、ですからそういう意味ではその山本リンダとの大ヒットでね、あれ73年2年ですか2年ですね72年ですね、フィンガーファイブが多分73年だったかな、はい、今年でその72年73年あたりとても歌詞として不思議だなって思うのがですね、例えば山本リンダさんの狙い撃ち、これウーララウーララウーラルーララってなりますよね。それからフィンガーファイブの恋のダイヤル、これがリンリンリリンリンリンリリンリンですよね。これどうやったらそういう言葉が出てくるのか。だからリンリンリンはまあ電話なんでね、はい、これはまあ分かるんですけども、ウララの場合は最初僕冗談だと思ったんですよ。でよく世間にもその後知られているように大体阿久さんと僕は曲先行なんですよね。曲が先、曲が先なんです。だから僕はまあ当時はピアノの上にカセットを置いてガシャンつって自分でスキャットを入れながら歌っていくわけですよ、はあ、でそのある時に山本リンダの狙い撃ちの時は自分でダッタッタラララウラララララとかってやってたんでしょう。でそのテープ残ってればもう本当に貴重なもんなんですけども、それを阿久さんに送る、ええ、そしたら原稿用紙が届いてレコーディングの前に、そしたらうららうららって書いてあるんですよ。ちょっと待ってよと、これじゃあ最初のこのね触りの部分は後で塩はめんだなと僕はその時思ったわけですよ。そのままじゃだって何なのみたいな、時々阿久さんはそういうことするんですよ。それで一応レコーディングをする、カラオケを全部撮り終わってそれでやって、それで阿久さんどうなのって言ったら、とりあえずこれで行ってみてくれるって言うから、でディレクターがちょっと面食らってるわけですね。当然そこに言葉が入るだろうと、思いつかなかったからとりあえずうららで帰ってきたんじゃないかと、
それでリンダに歌わせてみたら、まあね、それなりに面白いというか、はあ、それで、あのそれでまあ聞いてるうちにいいんじゃないのこれはみたいな感じで、ただ後でまあ阿久さんに聞くと、別に阿久さんはそこに言葉をはめようというインテンションは一切なかったと、まあそれはもう後日談としてはありまして、あとはもう歴史となってますので、また人したということ。そうすると歌、歌詞が先なのかメロディーが先なのかっていう、そこのところちょっと確認したいんですが、大体詩ができてからその詩をこう読み込んで曲になっていくんだろうと素人目には思うんですが、あの日本の作詞作曲っていう、まあ例えば作詞作曲って詩が上に来るじゃないですか、曲が下でしょ、これ日本だけなんですよね、普通はね、ハル・デイビッド&バカラックじゃないんですよね、バカラック&ハル・デイビッドなんですよね、ロジャース&ハマシュタインでしょ、だからそれロジャースは作曲家で、大体音楽が先に来て、で日本の伝統的な歌っていうのは、そのまあごんべんに寺の歌、つまりそれに節がつくという歴史があるんですよね。ですからあくまでも古賀先生に、僕は古賀政男さん、ちょっともう本当に僕は駆け出しの頃よくちょっと何回かお話する機会があってね、古賀先生は徳倉さん、曲はね女房です、詩が旦那ですからってよく言ったんですよ、で僕は生意気なもう学生上がりもうちょっとぐらいなのでね、先生僕それ違うと思いますって言った覚えがあるんですけども、やっぱりその詩曲というバランスをですね、なんとか僕は変えたかったと思ったんですよね、若い頃は。それで阿久さんとその話を何回もしたんですよ。そしたらね、阿久さんはそのでその時の詩っていうのは、例えばもう当時の西条やその愚中将からもう昭和の大作詞家、まあ詩人ですよね、からもらう詩っていうのは4行詞か5行詞じゃないですか、ね、はい、それでそのやっぱりあのそれの1番から5番までという作り方で、はい、酒は涙か玉息かって、もうとにかくそれでテンポは遅いわけですよね、はい、それでそれの16小節のメロディーを4回か5回繰り返すのが普通の歌なんですよ。それがいわゆる演歌歌謡曲っていうのは、はい、そういう作り方でした。ところが曲線でやりますとね、つまり今でいう AA'BC とか AA', もう今やもう若い子たちはもうそんな定型はないですよ。でも僕たちがやってた頃は曲線になると実は4行詞なんてありえないわけですよ。そうするとね、 A があって A' があって B があって C がある、それまた C' まであるみたいな、これ曲が曲の構成上そういうふうな作り方をしちゃうわけですよ。でそこに阿久さんは魅力を感じたんですよ。そこであのはめ込め名人っていうあの異名を取った阿久さんほど、だってね、僕はね音楽家として長い間付き合っててね、三木たかしと話してた時に、実は津軽海峡冬景色、あんなねものを絶対に C 線に決まってるだろうと、あれだけの構成力で、あれだけのあれ、それでしかも3年でね、ダカタタ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 って、あれは曲線だって言うんですよ。へえ。で三木さん本当かよっつったらさ、そうなんだと思います。であれを聞いて僕はね本当にびっくりしてね、あの限られた要するに文字数でしょ、だって曲が先行でオタマジャクシの数が決まってるわけだから、そして津軽海峡っていうあのドラマをね歌い込めたっていうのはね、僕の曲じゃないですけどもね、びっくりしました。だけどあの津軽海峡冬景色、映像が浮かんできますよ。そうです、そうです。でもねやっぱり曲先行すると、で確かにだから僕とか堤恭平さんとか一緒にやるとね、原稿用紙が1枚で済んでたのがね、ひどい時には4枚ぐらいまでなっちゃうよっていうことをよくね阿久さんも言ってたんですけども、だから C 先行で書いたら原稿用紙4枚の C なんて書かないですから、絶対に。はあ、いやだけどそうすると見事ですね。いやもう ですからまあいろんな作詞家がねと僕も仕事して、もちろん曲線の人もたくさんいましたけどもね、やっぱりそのなんていうかな、一字一句
はめ込んでくれて、そして内容を伴って物語があってドラマがあってというね、これはやっぱり一つのもう何て言うかな、言葉の魔術師というかな、言葉の魔術師、それもまああとね、まあ職人ですよね。はあ、だって上野発夜行列車降りた時からなんていうのちゃんと言葉があってドラマがあってあの流れがあってそういう下地があって曲がついたのかと、うん、てっきり思ってました。みんな思ってるんです。僕もそう思ってた。思ってますよね。音楽家としてそう思ったんですよ、ええ、これは絶対ありえないだろうと。ただあの津軽海峡はね、あの実はあのあれがありましてね、阿久さんが北海道に旅、僕途中まで一緒に旅してて北海道に旅行ったんですよ、うん、取材旅行じゃ何かのきっかけで。そしてね、あのやっぱり、ね、北に行く人っていうのはやっぱり無口なんだなって僕は思ったんだけども、それは実は青函連絡船で阿久さんが北海道に渡った時の、うん、帰ってきた時にその話をしてるんですよ、うんね、やっぱり北に行くっていうのはなんか人々はね、うん、寂しい心を泣きながら北に行くのかなと、南に行くとなんか陽気になるなみたいな話をねしてるんですよ。そしたらもうその辺の象徴がねやっぱりあの津軽海峡冬景色で出てるなというね。ただその旅の延長線上に実は五番街のマリエがあるんですよ、はあ、その同じ旅の時に阿久さんは五番街のマリエも書いてるんですよ。あれは曲線なんだけど数多い僕阿久さんの中で2人で一緒に同じ場所で作ったのあの曲1曲だけなんです。ああそうですか。っていうのある船のね講習会があって阿久さんと僕は講師で乗ってたんですよ、はい、で横浜の実は港に着くまでに曲を完成してくれってもうレコード会社からその締め切りでね、それで晴海ふ頭にレコード会社のディレクターがその原稿と僕の譜面を取りに来てるんですよ。だから横浜に着くまでにこれ完成させなきゃいけないって、たまたま同じ船にで2人でね乗ってた時期にその捜索やったらで隣のキャビンで、だからこんなそれこそその湯河原のあの一件以来同じ場所で阿久さんと僕が曲作りをしたっていうのはあれが初めてで最後、最初で最後だったんですよね。それしかもヒットしたっていうのは。ですからまああの時はね、あの本当に今皆さんどうしてかあの女子大生が300人ぐらい乗ってるロマンの船っていうねそういうものをね、あの産経新聞からどっかが主催してくれて、そしてまあいろんな方がね、もう映画監督だとかね作家とかいろんな人がその女子大生が300人っていうから皆さん喜んできたんでしょうけどもねそれであの講義をするわけですよ朝昼晩と、それであの夜はみんなでね、それで最後に横浜に着く前にじゃあねこの僕と阿久さんで作ったこの五番街のマリエというね新曲があるからみんな覚えてみんなで歌おうよって言って、最後の晩に僕はピアノの伴奏でその子たち全員で五番街のマリエを発表前ですよ、まだレコーディングもする前にみんなで歌ったというね。だから多分ねあの曲がヒットした後多分その残ってたあの乗ってた300人の女子大生はね、うん、きっと嬉しかったでしょうね。でしょうね。そうでしょうね。さて、この黄金コンビによる山本リンダさんの復活劇でこの数年後にあのモンスター級の大スターを生むきっかけとなるわけなんですけれども、その前に2人は歌謡界に大きなうねりに巻き込まれてしまいます。というのは1971年に日本テレビで始まったスター誕生、こちらの審査員、当時のことをご存知ですか。はい、あのもうその当時ね僕もあのマークさんとは仕事が徐々に忙しくなってきた頃で、あのスター誕生って番組ができたのはあの知ってたんですけども、僕は最初は審査員じゃなかったんですね。それである時にあの阿久さんのマネージャーから電話かかってきて、実は阿久がちょっとあの年末のね賞レースでノミネートされてるんでちょっと行かなきゃならないん で収録がこの日なんで徳田さんちょっと代わりに出てって言われたんですね。
それが後でね、僕は何回目か分からないけど、確か7回目だったっていう後で記録が残ってるらしいんですけど、でその賞対象になった曲がまた会う日までだったんですよね。でそのノミネートの会場にアクさんが行かなきゃならないんで、僕がアクさんのピンチヒッターでスター誕生の審査に出たんです。僕は23歳だったんですけど、ね、でそれがその時にだから、まあ、結構なんか生意気なこと言ったんでしょうね。でそれがそのプロデューサーに気に入られてね、でアクさんとそのプロデューサーが相談して、じゃあ彼をちょっとレギュラーにしようじゃないかということになったらしいなんです、うん。当時日テレはあの最大手の渡辺プロダクションと少し揉めている状況があって、渡辺プロの歌手を起用できなかったと。それで自身で自前 の, そのスターを作る必要に迫られて、そして生まれたのがそのオーディション番組のスター誕生と。あの太郎さん、この阿久さんが審査員になったっていうのは、これはどういったような経緯があるんですか。これもともと阿久放送作家出身なんですよね、あの作詞家の前に、はい、それであのもうこの頃も作詞家としてあのヒット飛ばしてましたけど、多分まだ放送作家として日本テレビの仕事をいくつかやってて、あのスター誕生も多分その中の企画の一本だったと思うんですけれども、はあ、本人これ出たのはあの番組のプロデューサーの池田文雄さんから多分頼まれたんじゃないかなと思うんですよね。うん、これ、まあ、あの徳倉さんもさっきおっしゃってましたけど、この番組本当に文字通りスター誕生って、あのテレビ時代のね、本当スターを誕生させるっていうことにやっぱり念頭に置いていたっていうか、一番意識してたと思います。でもその当時23歳だった徳倉さん、徳倉さんご自身がもうスターだったでしょう、はい。いやそれ若かったから、その審査員の中でね、隣にはあの歌のおばさんの松田俊さんが座ってるし、あの こちらなんか向こうはいかつい役さんが座ってて、ポツンと若いあの作曲家が座ってるっていうんでね、ちょっと注目されたということですけどね。いやだからスター誕生という審査員の中にスターがもうそこにいたとい う, う 大変なインパクトのある番組だったと。いやそれでね、さっきちょっと付け加えると、そのアクさんはね、最初ですから、僕もあのだんだんアクさんも僕もレコードのね、発注が多くなって、打ち合わせはね、もしあのじゃあこういう仕事だからって打ち合わせをするのは必ずテレビ局の前の喫茶店だったんですよ、はあ、ですからもうね、まあ僕の印象はね、もうアクさんはね、もうヘビー、仕事部屋はね、一つ見ててないなと思ったのは、このでっかい灰皿あるないだろうもうね、もうあの人はね、そうですか、それでコーヒーはもうあの当時ね、スタバも何もないから、もう日本のどこどこ独特しいコーヒー、はい、でもう苦いコーヒーをね、ブラック、うわ、それでこっちはもうラークのタバコをね、砂糖も入れずに、もう砂糖も入れずやっぱりアメリカのハリウッドの映画では絶対に砂糖なんか入れてないと、ブラックだと、多分苦かったと思うんだけどそれでまあチェーンスモーカーでね、でも僕も当時はさ、タバコ吸ってたけど、まあ、たくさんのタバコの量だから、あの仕事場にこんなでかい灰皿があったはずなんだと僕は分かった。病気になってからやめたんですよ。やめたから、そうそう、あ、そっかそっか、うん、あのスター誕生といいますと、花の中産トリオ、森まさこさん、桜田淳子さん、そして山口百恵さん、うん、ところが阿久さんは山口百恵さんの詩だけは書かなかったと聞いてるんですが、うん、まあ、いろんな事情はありましたけども、やっぱりそのスター誕生って番組が、まあ、なんていうかな、レコード会社とプロダクションに分かれ、まあ、両方が手を挙げて、その桜田淳子も森まさ子も持っていくわけですよね。それでお願いするわけですよ。っていうのは、日本テレビとしては彼ら その生活も全部そういうプロダクションとかレコード会社が見てくれるということは前提で、そうやって合格させるわけですからね。ですから、その作家の発注というのは原則的にはレコード会社とそのプロダクションの判断なんですね。ですから多分ホリプロだったんで、多分僕の想像ではやはり森まさ子をお願いしているアクさんにね、その次の、まあ、桜田淳子は
あのサンミュージックだったんですけども、その、山口百恵も赤旗白山というのはちょっとあれかなということが多分あったんだと思いますね。あれは、うん、だからレコード会社とあのプロダクションの判断でね、うん、ただ白山もねやっぱり実はそのなんていうかなピカイチじゃなかったんですよ、うん、これピンクレディもそうなんですけども、もうあの山口百恵はじゃあ全社が手を挙げたかっていうと決してそんなことはなかったわけでね。ですからそういう意味ではまあピンクレディに至ってはもう本当にねほとんど手が上がらなかったという、うん、で阿久さんと僕とで話してて、まあ、その話は後で出てくるからその時しましょうか。いやもうじゃあそのピンクレディの話をに変えましょう。黄金コンビの最大の性質となった歌詞といえばそのピンクレディなんですね、この、ミーとケイの2人がスター誕生へ出場したのが1976年、あのフォークソングのデュオだったんですってね。そうですね、そうだったんですってね。ですから、まあ、今年でね実はそのピンクレディがピンクレディデビュー45周年なんですよ。でこの間今僕もちょっと書き下ろししたんですけども、阿久さんの意向でね、で僕が曲をつけて懐かしかったね、あれ阿久さんの原稿をもらった時にはね、それで増田恵子がソロになって40周年なんですよ、はあ、でつい今年のだから5月発売かなそのアルバムが出るんですよ。でそれその話をこの間つい先週ケイとしてたんでね、あの時にどうだったってもう何百回も聞いてる話ですけどもね、でやっぱり一番最初目についたのは阿久さんなんですって。うーん、怖いっていうイメージで出てったっていうステージにね。それでたまたまその批評したのは僕だったんですよ、はい、それで特に阿久さんがパッとこっちでどうだいって、まあ、口でね言うからつって、まあ、そういう程度だったんですよ、ね、それでじゃあとりあえず合格させるかっていう程度で予選は通ったんですよね、はあ、で阿久さん公表するじゃないですか。その時にはまだまだ得体が知れないねあなたたちはつってね、やっぱり海のものとも山のものともさっきおっしゃったようなフォークなのかね、うん、歌謡曲なのか何なのかポップスなのかよく分かんないと、うん、ただまあ一生懸命やってるしみたいなことで一応合格させたという。でコンビ名はもう最初からピンクレディ。いやいやそれは後でまあ僕がマネージャーなんか相談してつけたんですけどもね。はあ、まあ、どっちかっていうとね阿久さんはまあ正直言うとそう乗り気じゃなかったですね。あ、そうですか。で僕だって 100% 乗り気だったかっていうとそうでもなかったんですよ、うん、ですからやっぱりやっていくうちにねやっぱりまたおもちゃ箱を開けてでお互いにこれやろうかああやろうかって言ってるし楽しくなってきちゃってね。じゃあそれはミーとケイには申し訳ないんだけどもちょっとそっちのけで僕とアクさんのおもちゃ箱の中から何か世界を作っちゃおうと、でそこに彼女たちをはめようと、まあ、こういうような発想ですよ。はあ、でそこはそれをやってまああるものができたんだけど今度レコード会社がねちょっと遊びすぎじゃないですかみたいなおもちゃ箱すぎちゃうんじゃないでしょうかってA、B面で B 面はまあ普通のいい綺麗な曲を作ってそっちを A 面にしようとするから僕と阿久さんが2人でレコード会社に乗り込んでったんですよ、うん、A、B 面をひっくり返すんだったら全部引き上げさせてもらいます、あら、それでペッパーケーブが A 面になったという。はあ、ピンクレディというのは所さんがカクテルの名前をそうですそうですかぶせたというふうに伺ったんですよ。いやだそれもね、もう亡くなったんです相馬和彦って非常に優秀なマネージャーがいて、はい、それで彼がそのピンクレディ、レコード会社があんまりノリがいまいちだと、はい、でね名前もね、なんかダサいのしか出てこないとで困ってるとでも来週ぐらいまでに決めないと間に合わないと、はい、いうことで2人で夜飲んでてで今でも赤坂プリンスのバーでそれでなんかカクテルのメニュー見てていいじゃないこれピンクレディ
その場は今でもありますか。だからあの赤坂のね、あのプリンスホテルの旧館のね、今あの重要文化財になってる建物があるじゃないですか、はい、あそこの1階がバーだったんですよ。素敵なバーだったんですよ。今はない、もうないですね、あそこのバーはね。いや、わかんないですね。あの僕もあそこ入ったことないから、スペースは残ってるのかもしれないですね、まだ。だって建物あるから、はい、ね、しかしそのピンクレディという名前もそうですけれども、その曲といい、あの2人のこれインパクトの強いタレント性といいましょうか、うん、ものすっごい日本中席巻しましたね。そうですね、まあ、だから本当にね、この間もその40周年でね、増田恵子と話したのはね、本当にあっという間に 全速力で駆け抜けた5年間だったと。で、彼女たちは17歳からだから22歳ぐらいですかね、その人、あの彼女たち の、 その青春、じゃあどうだったの、楽しかったの、どうだったのっつったら、辛かったですっていうの。辛かった。それにしてもあのこれだけ多くのジャンルに、それから時代をこう捕まえて、なおかつそっち方向じゃないよっていう流れから、いやそうじゃない、こっちが次の時代をこれ占えるよっていうような、そういう先見の目っていうんでしょうか、そういうものをお持ちだったんですかね、白井さん。やっぱりね、さっきね、あの先生おっしゃったようなね、やっぱり情報量、情報ってアンテナの張り方、うん、これはね半端じゃなかったですね、白井さんっていうのは。はあ、ですから例えばね、あの、まあ、あの人あんまり外国好きじゃなかったんで、たまにしか行かないんですけども、やっぱり例えばちらっとどっか行った時に、あのその時のなんていうか、彼のアンテナがね、それが日本にこうフィードバックした時にどういうふうになるか。だからある時にね、サタンでもう毎日のように阿久さんとは僕会ってたんだけどもね、ちょっと面白い、なんかね、宇宙の SF 時代が来るかもよって言うんですよね。そしたらね、アメリカでね、スターウォーズが風紀ライダーばっかりやったんですよ。でスターウォーズブームがね、非常にね、もうこれからっていう時にもアクさんはその情報を掴んでて、その結果 UFO だったんですよ。はあ。次のシングルをちょっと宇宙でやろうっていうから、あそう、いや面白いけど、でそしたらその途端に、まあ、スターウォーズがわーって世界を席巻し始めて、たまたまその時代に UFO が出たんですよね。うん、相変わらずもうね、僕にポンと送ってくるわけですよ、曲線ですからね。でタイトルを、で大体タイトルはもう必ずたくさん送ってくるんで、で3つぐらい送ってきて、好きなのどうぞみたいなね、なんかそんなこと言われたってね。で UFO もね、ポンと送ってきて、これはもう UFO だけだったんですけど、たくさんこれどういうふうに読んでほしいって言うから、いや言うんですよ僕はね、 UFO でいいのかな、UFO、 どっちかな、だって UFO だと曲が違ってきちゃうわけですよ、リズムも。そしたらうーんって考えて、 UFO でいいんじゃないって言うから、じゃあそれで行こうっていうね。へえ、そういう発想でね。それと僕が、例えば僕がニューヨークからなんか仕事で行って帰ってきた時に、道端で子供たちが、黒人の子供がってやってこう韻を踏まないで、チュッパッとグッパッタッパッて、いわゆるラップなんですよ、うん、でその時はストリートダンスっていうのは流行り始めた頃、うん、で僕はアクさんその話を逆にして、ちょっとね、あのラップって知ってるって言ったら、そんな知るわけないんですよアクさん、そういうそっちの情報あんまり、音楽的な情報は疎い方なんです。それで実はこうこうこうだって言うから、で次の曲で僕それ使うからっつって、でその時はね、珍しくね、あのタイトルは決めなかったんですよ。でもいくつかアクさんからもらったタイトルの中で、それがね、実はある時謎の運転手なんですよ。これはだからね、今でいうラップなんですけどね、だそこでメロディーないでしょ。それはもう最初から僕はあそこはラップ風にしてくれっていうふうに、ただアクさんもね、ラップって意味が分かってなかったからね、ある時謎の運転手で僕はちょっとこけたんですけどもねでもこれね、太郎ともよくね、この話して笑うんだけど、もうクラシックになっちゃうとね、
これはもうね何でもいいんですよね。ただあの時にウォンテッドを作った時にはそういう情報をただもうアクさんは研究してね、じゃあ何なんだラップは、ストリートダンスって何なんだって、えらい研究するわけですよね。だからある意味ではね、そのなんていうかな、こう風俗学者でもあるし、まあもちろん文学者でもあるし、なんかその詩とかそういう物書きの域を出た社会学者みたいなところも僕はあるような気がしますね、アクさんの詩。なるほどね、その社会学者のようなそういう側面もある。その情報収集っていうのはどうされていったんですか、そばにいらしてて。あの日記書いてたんです。であのこんくらいの結構分厚い日記が、日記帳があって、でそれ死ぬ2週間前まで27年間かな、1日も欠かさずあの書いてたんですけど、あの家にあの何台かテレビがあって、その上にメモ帳が置いたんですよ、はい、で何か思いついたりとか、そのテレビ見ててニュースで何か気になることあったらもうそのメモ帳やって書くわけですよ、うん、であのまあその仕事終わって夜寝る前ぐらいにそのメモ帳を集めてきて、新聞紙広げて、でその日記帳の1ページ毎日1ページ必ず1ページの中に収まるように、その自分の5大ニュース一日の中の5大ニュースっていうのを書いてましたよね。はあ。だそれがなんかもうね、枕元にメモ帳置いてたろ。はい。枕元にメモ帳ありましたありました。ね。もうどこにもね、うん、メモ帳置いてた。だから寝るとき寝てるときに、はい、なんかいいことひらめいてもう眠いからもうって朝起きたら普通忘れちゃうときあるじゃないですか。それが怖いんですよ。ね。あります。スタダンで旅行ってね、そういう話をするわけですよ、アクさんがね。ホテルでもね、まあ、同じ部屋じゃないから分かんないけど、はい、多分自宅でもね、多分、ま、枕元にはね、はい、メモ帳は必ず置いてた、各部屋に置いてあった、各部屋、各部屋に置いてあった、各部屋に、うん、だから思いついたことをすぐにメモするということだったんです。そうですか。それは自分が思いついたことですか、それとも世の中がテレビであるとか新聞であるとか報道しているもの、はい、アイデアよりはニュースとかが多かったって言ってましたね、うんうん、はい、まあ、あのアイデアも浮かんだら書くんだと思うんですけど、でその日記っていうのが、まあ、ちょっと不思議な日記で、あの国際情勢とか、はい、日本の政治とか、まあ、社会事件とか、まあ、あとはスポーツの結果ですね、うん、スポーツの結果は本当に細かく数字を データ数字書くのがもう好きというか、あと円ドルのレートとか、うん、平均株価とか毎日書いてましたね。はい、まあ、僕はね最後の最後にね、なんだあれ、アクさんから何かもらったんじゃないよな、アクさんが何かに書いたのかな、あの病室でね、病室からあの同時多発テロを見たんだよね、はい、あそうですね、はい、その時の感想はね、これね普通のね新聞記者報道記者には書けないようなニュアンスで、衝撃、その衝撃を受けて、みんな衝撃を受けてるじゃないですか。でもそのアクさんってちょっと忘れたけど、もう本当の独特の表現でね、なんか天から見てるような感じの表現なんですよね。人類でこういうことを起こす文化があるのかっていうような書き方なんですよ。だからつまりアラブっていうことに対する一つのこの未知の、日本人が一番その未知のその世界で一番遠いじゃないですか、日本ってアラブからね。そういうところがあのニューヨークに対してこういうことをするのかみたいな、うん、コラムをね、うん、コラムだったっけな、なんか僕アクさんの、はい、なんか見たんでね、当時はネットがない、あのメールがないから、メールアクさんやらないから、メールくれたっていうことはないけども、ホームページですね、うん、ホームページかな、ホームページのをやり始めた頃で、あそうかな、はい、あそうか、太郎がなんかやってたね、はい、ホームページね、はい、だけどそうすると今のウクライナの情勢なんていうのは、ああそうですね、もしもテレビなどを見てチェックしてたら、はい、ものすごいページ書いてたかもしれませんね、まあ、コロナの騒動もそうですよね、うん、コロナのこともね、いや僕はね本当にね、今の作詞家、まあ、作詞家って商売がもうないと言われてる今ソングライターの時代ですけども、はい、本当の今のその詩を書く人たちがもう本当に詩小説で個人で好きだ頑張れね、
勇気を持てみたいな詩だけじゃなくてね、やはりそういう社会とのキャッチボールができるような普遍的な日本語をね、なんで書いてくんないのかっていうのがね、僕はまあ多くの作詞家と仕事してますけどもね、やっぱり悪友を失った後の僕のそこの一つの大きな喪失感っていうのはね、未だに埋められないですよね。だからそれはもうある意味で面白いおもちゃ箱を開ける時もあるけども、その言葉の先にあるね、さっきの津軽海峡じゃないけども、本当に何だか、何て言うかな、その1対1の個人の恋愛を超えてる部分の恋愛、同じ愛でもそれがそこに社会を、背景を、環境を巻き込んでるんですよね。だからそこら辺の、まあ、だから悪友文学という、だから今の詩をね、文学と言えるかどうかっていうのはね、これからのね、僕は新しい若い作詞家の勝負はそこだと思いますよね。やっぱり50年後に今の詩を読んでね、文学として評価できるかどうか。何か先生、学生の皆さんたちにもそのあたりまでもこう読み解いてもらえるような、その力がついてくれるといいですね。そうですね、やっぱりそのためにはメロディーをしっかり聴いてもらうということと、ほう、メロディーに乗っかってる今日の徳良さんの話の主題だと思うんですけども、ええ、詩ですよね、作詞の言葉とメロディーがどう絡み合ってるのかということ、しっかり聴いてもらうということが大事なんじゃないでしょうかね。なるほど、そのあたり、いや、やっぱりね、僕は本当にさっきが繰り返しになりますけど、文学であってほしいと、はい、それでやっぱり昔はね、それこそ西条八十、佐藤八郎、みんなその文学者ですよね。それでそれがその一つ歌というものに、ごんべんに司を、作詞、まあ詩っていうのは言葉としては先生の専門だろうけど、古くからある言葉でしょうけど、いわゆる作詞家というのと詩人というものの職業は分かれちゃうわけじゃないですか。でも僕はね、作詞家もね、やはり文学であってほしいと。そうですか、日本語の美しさをね。それでやっぱりね、メロディーはやはりそのあの時代とはまた違って、昔はさっき申し上げたように詩と節しかなかったわけですけども、今はリズムがあり、ハーモニーがありね、そしてまあそのテンポ感という、その時代とともに歩んでるその音楽の一つの時代性みたいなもの、これはもうね、音楽の時代性っていうのはもう今の若い子たち、これだけは発達してます、もう我々の時代からかなわないぐらいの感性で音作りをするんですよ。でもここにね、ハマってる言葉があまりにも僕は幼稚なんでね、やっぱりそこに一つのある意味で危機感を感じる。そうですね、一人称しか出てきませんね。そうですね、本当ですね。それと徳良さんね、最近のこの歌謡界といいましょうか、こう聴いていてもう一度歌いたいなとか、それからみんなでもって同じ歌を、この共通の歌をみんな持ってるかっていうと、昔に比べるとほとんどなくなってるなっていう感じがするんですよ。これどうしたらいいんですかね。京介さんね、この議論はね、また別の番組で、一つの番組が2つぐらいできるような話題なんですよ。そのぐらい大きなテーマですか。ただね、もう今日いい機会で、もう最近はめったに機会がないんでね、僕と悪友さんの会話を今からさっきからずっと思い出してて、でその中でさっきのキャッチボールもあったし、これも本当によくね、新幹線の中でも飛行機の中でも話してた、十何年一緒に旅してましたからね、一緒に。それが今ね、どんどん思い出してくるんだけども、もう一つはね、阿久さんの名言でね、やっぱりね、歌っていうのは空気に触れて初めて化学反応を起こすっていうよく言ってたんですよ。ただ阿久さんの言う化学反応と、これが僕がお話しする化学反応がちょっと違うのは、阿久さんの時代は広場で聴いてたんです、みんなで一つの歌を、そうするとね、やっぱりそこで大きな一つに包み込むようなもの、そしてやっぱり家族で共有する。で今の時代はこれが全部個になってきてるのと、はい、音楽に対するアクセスがあまりにも簡単すぎて、携帯で拾ってデリートするんですよ。そうするとね、音楽を作るという
その作り手に対するあるいは言葉の大切さっていうのは、こんなものすぐデリートしちゃったらもうどっか行っちゃうわけですよ、はい、残りようがないんですよ、ね、だから100歩譲ってね、今のクリエイターの見方をするとね、さっき言ったように彼らのハーモニー感覚とか、もうそれはこの30年でね、もうそれこそ30年前の人たちが見たらもう宇宙人ですよ、うん、それだけね、音感もリズム感も発達してるわけですよ、はい、でもやっぱり残念ながら歌をみんなで空間で共有して、あ、京介さんの目をパッと僕が見て、 あの人この曲気に入ってるなとかね、クラスメイトがそうですよ、はいね、スター誕生に日曜日にね新曲歌うじゃないですか、そして月曜日みんなクラスでそれを共有してるわけですよ、はいはい、そうするとね、大したことねえなと思ってたやつもね、クラス中がね、あれいい曲だったねって言うと、みんな、あ、そうかいい曲なんだっつってレコード買うわけですよ。そうするとね、国家も社会もつまり連帯感を持つのが音楽なんです、歌なんですよね。で、合唱がなんでこれだけ賛美歌まで遡るとね、やはり一つの共同体を理屈抜きに共有できるのはハーモニーなんですよ、合唱なんですよね。一緒に歌を歌う、一緒に歌を聴くっていうことが、その人間社会の中でいかにその重要な位置を占めたかったかと、これ今振り返ったら、で今を見てみると、みんなもうテレビも見ませんからね、携帯で一人で楽曲を聴いて、まあたまたまそれをポンってメールでいい曲みたいねって送る人はいるかも分かんないけど、自分の中で完結しちゃってると、共有するものは何もないんですよ。そうですね。そうするとね、社会の中でその歌が残るというもうことは不可能です、はい、街中で音楽が聞けた時代は終わってますもん。そうです、ウォークマンで終わりましたね。そうです、ウォークマンで終わったかもしれないですね、はい、そうですね。ですからやっぱりそういう意味では、僕はクオリティとしてはね、もうその音質もいい、もう昔とは考えられないぐらいのこのデジタル社会での音楽のそのなんていうかな、制作方法はもう格段に発達してますよね。ただ本当の根源的な何のために音楽があるのかというところがね、やっぱりちょっともうどっかに音もう忘れ物じゃない、本当に。だからちょっとそういう意味では僕はね、本当に文明論的に言うとね、戦後の80年の日本人は、まあこれもアクさんとよく話した話だけど、僕の乃木将軍も含めてね、やっぱり日本人は時々後ろを振り返ってね、落とし物してきたかなっていうのをもう一回振り返って、うん、それでもう一回また前進していくという、これをしない限りやっぱり日本人はない、将来はないっていう、これもね、阿久さんと僕がよく話してた話で、振り返ってその落とし物をもう一度こっちに手繰り寄せるってことはできないもんですかね。いや、だからしなきゃいけないですね。ですよね。だからそれはね、無理なものと時代が、それはもう時代で終わったもの、でもその時代で 普遍的に将来に持っていかなきゃならないもの、これはあるんですよね。いや、しかし先生、これ昔をの忘れ物をそのまんまにしておくんじゃなくて、もう一度今の時代に戻して、それでさらに大きく育てて、でもう一つの文化っていうのを作ってみたいって思いありますよね。そうですね、おっしゃる通りです。なんとかなりませんかね。この学生たちにそのあたりっていうのは伝わらないですかね。やっぱりね、本当に作る喜びですね。作っていく、つまり私小説的な作り方ではなくてです、もちろん本物の私小説というのはすごい作品がたくさんあるんですけど、そうではなくて本格小説、物語を自分で作る世界を味わう若者が出てきてほしい、うん、僕と私だけがメロディーに乗っけられて、しかも自分の音程に合わせた範囲内の歌ばっかり流しているようではダメだと私は思うんですね。そうですよ、はい、ちょっと学者さんと思えないような名言だと思うんですよね。やっぱり作る方が、やっぱりその、まあ、阿久さんがよく言ってたのは、本当にね、プロが歌い手という、エンターテイナーという大プロがいて、で作詞家のプロがいて、作曲家のプロがいて、もっと言うならば振り付けのプロがいて、
みんな100点満点持ってったら何百点にもなると。これはもう阿久さんよく言ってたことですよ。やっぱりシンガーソングライターっていうのは全部で100点で完結しちゃったら100点にしかならないわけですよね、うん、それが300点になる方法をそれこそ拒否するとやっぱり音楽制作の将来はないっていう、これはものの本にもね阿久さん書いてらっしゃるわけでね、はい、そのとまさにそういうことが今起こってきて、やっぱりいろんな人の一つの楽曲を作るときにありとあらゆる人の才能が集まって一つの4分半の芸術を作るということがね、やっぱりどうですかね、80年代後半ぐらいから忘れられてきたという感じですね。はいはい、いやだけどあの歌を聴けば日本の国民の皆さんがみんな一つの反応を示していたあの時代っていうのをただ懐かしんでるんじゃなくてもう一度手にしてみたいという思いはありますよね、うん、もちろんそれはまあでもね僕はまあ、逆に振り返って落としてきたものを拾いまた前に進むっていうのは僕はいつも思ってることなんですけども、またね新しい例えばジャンルっていうのもこれから日本には開けていってで、まあ、それはまあ僕は個人としてはやはり日本語を超えた超越した世界のマーケット、でこれはまあいろんな方法はあるんですけどもね、秋代さんの今日は会なんで秋代さんにちょっとターゲットを絞って言うと、日本語っていうのはもうこの日本列島のから前にはなかなか出られないんです。これはしょうがない。でもね今ハリウッドとかアニメの世界があるいはゲームの世界が何を日本に買いですか、これは別に日本語を買いに来てるんじゃないですよ。日本人の持ったストーリー性、ね、日本人の持ったそのちっちゃなちっちゃなアイディアで、クリエーションっていうのはどんな映画だってここから始まるわけでしょ。これを持ってる作家が山ほど日本にいるんですね。でこれはね文化財的にも古い古い民謡から言い伝えから落語からこういういわゆるネタってやつをね、本当に話の種っていうものはものづくりの原点なんで、例えば悪友文学が世界に広まるんであれば、うん、その種はねどの何語にしても一緒なんですよ。でこのストーリー性その背景その種を僕はこれからね大いに世界に発展していく、これは阿久さんだけじゃなくて、今だから日本の漫画アニメゲーム本当にこれは種なんですよ、はい、ね、だから そこら辺のね一つのね日本のなんていうかな文化財っていうかなこの資源文化資源っていうのはね、はい、これからますますね僕は開拓し、また本人もあるいはそういうのやってる人たちも気が付かないところがあるんで、まあちょっと変な話を文化庁としてはですねそういう話をねこれから海外にもやっぱり日本の文化としてやっぱ広げるっていうのもこれは一つの仕事だと思ってます、うん、でも今日こういう会だから申し上げるわけではないんですが、阿久悠さんの世界ってどれだけ日本人の心を豊かにしてきたのか、そして人との触れ合いということがどれだけこの幸せにつながっているのか、個人ではない子ではない歌を通してそして作品を通して一つになれるんだということを私たちに確認させてもらえたなという気がするんですが、いかがでしょうか先生。はい、今日徳良さんの悪友との交わりの中でどういう具合にその音楽というものが作られていくのかというのを本当にリアルに具体的にお話しいただいた、うん、そうですね、ことで私が感動しておりましてですね、はい、今まで先ほどこの館の運営責任者からも話があったようにですね、その悪友記念館ができると同時に深田太郎さんにも協力いただいて昭和歌謡史研究会というのを作って活動してまいりました。でその昭和歌謡史研究会の中で悪友研究を進める上で、悪友さんが、触れてこられた人、つまり縁のあった人たちのインタビューをずっとやってきてます、近年お亡くなりになった小林亜星さん、
のインタビューもやりましたし、それからホリプロの創業者の堀武夫さんのインタビューもやりました。それから淡路島に行って、阿久さんがお付き合いになった小中高そして大学、専攻者の時代の交友関係からそれぞれインタビューをさせていただいて活字に残しております。ところが私の思いとしては、画料転生、はい、ぜひとも欲しいと、それが徳良さんだったんです、うん、今日この場で、これだけ阿久悠さんとの関連において出来上がってきた楽曲等々についてお話しいただいたと本当にありがたい話で、これで転生が叶ったというふうに思います。今日本当にありがとうございます。ありがとうございました。阿久悠さんの作品から我々何を失いかけていたのか、そして何を伝えていかなきゃいけなかったのか、これから先私たちに突きつけられたテーマ、改めて確認できたような気がいたします。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。